どうもこんにちは、今回はですねこちらの車載冷蔵庫、マックスウィンさんから発売されている9リットルの車載冷蔵庫なんですが、こちらをですねご提供いただきましたのでご紹介していきたいなと思います。こちらの冷蔵庫なんですが、蓋を開けるとですね、こんな感じになってまして、結構ね小さめです。さすがに9リットルなんで、容量は小さめになってますけれども、こちらがですね 22.4 センチになってまして、ここが 20.9 センチで、高さとしては 17.9 センチの冷蔵庫となってます。でこの動画を見てる方がですね一番気になるのはこの中にどれぐらいのものが入るのかなということだと思いますので、ちょっと入れてみます。350ml の、ビールの缶缶、これ結構入るな。9本かな、9本はいけますね。 350ml の缶が、ここに3本とここに3本とここに3本って感じで9本はいけそうです。で次はね 500ml 缶、500ml 缶であれば、こちらも9本いけます。あ、いけない、蓋が閉まらない。そうか、いけるかなと思ったんですけどね、蓋が閉まりませんね。ということは横にする必要があるのか。あ、これならいけるな。ちょっと今ここに余分に入れましたが、ここに入れても閉まりそうですね。ということは1、2、3、4、5、6、7と、7本もしくは8本入ります。さあ続いてはですねペットボトルいってみましょう。ペットボトルが何本入るかですが、立てた状態では入らないと。なるほど。どうやって入れようかな。コーラ入らない。コーラはねこの方向だったら入るんだけど、この方向では入らないですね。この方向で入るペットボトルもあるので、高さ次第って感じかな。コーラは入らない。こんな感じでどうだろう。結構頑張って入れました。1、2、3、4、5、6、7。ペットボトルがね7本も入ったらもう十分だと思うんですけど、とりあえずねこんな感じで入れることができました。ただまあ注意点としてはですね、こういう風に入るペットボトルとこういう風に入るペットボトルっていうのがあるので、まあこの辺高さ次第ですよね。まあ、500ml のペットボトルではですね、高さによって入るものと入らないものがありましたので、これを参考にしていただければなと思います。で、こちらのですね、車載冷蔵庫の付属品なんですけれども、こちらの2つになってます。シガーソケット用のコンセントと、あとはですね、こちらが家庭電源用のコンセント。まあ、車の中で使うときはですね、当然こちらを使えばいいんですけれども、ポータブル電源だったりとか、家のコンセントで使いたいと。いうときはですね、こちらを使えばいいかなと思います。で、今回のね冷蔵庫は9リットルなんで小型です。まあ、小型なので、部屋のテーブルの横に置いといてですね、部屋用の冷蔵庫として使うということもできると思います。それではですね、部屋用の冷蔵庫として使うというお話をしたところで、コンセントにつないでみましょう。まあね、スイッチ類はすごいシンプルなんですけども、ここにねアップダウンとあります。アップだと、温度が上がっていく。で、ダウンだと温度が下がっていきます。で、最高でマイナス20度まで設定することができます。まあ、今は20度までしなくていいので、2度ぐらいにしましょうか。で、こちらがですね、スイッチのオンオフになってます。で、このセットってありますが、ここにね、エコとマックスとあります。エコモードとマックスモードを切り替えることができます。今は、ハイモードですね。ハイモードだとこの赤いランプで、エコモードだと、緑のランプが点滅するようになります。とりあえずはハイモードにしときましょう。
今ですね、冷蔵庫の中の温度はどれぐらいだろう。まあ大体これぐらいです。26、27度ぐらいかな。で、時間は2時22分です。これをですね、この冷蔵庫の中に入れてスイッチを入れます。で、これでね、まあ大体5分ぐらい置いてみましょうかね。5分ぐらい置いてみて、この中の温度がどれぐらい下がってるか、それを見てみたいなと思います。さあ、そろそろいいかな。温度は2度に設定してあります。で、今の温度がこれ出てるんだと思うんですが、17度となってますね。これはもうちょっと待った方が良さそうかな。まあとりあえず開けてみましょうか。ちょっと開けてみます。開けてみると、時間がね、今2時29分です。2時29分で、温度はこんな感じになってます。もう20度以下に下がりましたね。さすがに9リットルとね、小型なので中が冷える速度もね、やっぱり早いと思います。大型の冷蔵庫も僕持ってますが、やっぱりね、大型になればなるほど、中が冷える時間っていうのはね、長くなっていっちゃいますので、9リットルで、ペットボトルがですね、7本ぐらい冷えるということを考えると、まあ1日2日分の飲み物ぐらいは十分ここで賄えるのかなと思います。はい、時間はですね、2時36分になりました。2時36分になって、ここの温度はもうだいぶ下がりましたね。10度ぐらい、ここのね、表示では8度になってます。やっぱりね、ちっちゃい分冷える速度も速いということが分かりました。で、今回ご紹介したこの車載用冷蔵庫なんですが、9リットルのものと18リットルのものがあります。で、今回ね、小型の冷蔵庫にしたっていうのは、助手席で使える大きさが欲しかったっていうのもあります。助手席ですぐこう蓋を開いてジュースを飲んだりとか、保存したりとかがしたいっていうのもあったし、一番大きな理由としてはですね、この9リットルの小型の冷凍庫が欲しかったというのが一番大きなポイントでした。どうしてもね、車載冷蔵庫って冷凍と冷蔵できるんですけども、使ってる方のほとんどがね、どっちかでしか使ってないと思います。冷蔵するんであればもう冷蔵庫としてしか使ってないみたいな、まあ今みたいなね、暑い時期に、冷蔵庫ではなくてもう冷凍庫なんだっていうことで割り切って使うという感じで使いたかったので、今回のね、この車載冷蔵庫はですね、僕的にはもう氷を運搬するのに、役立つものになるんじゃないかなと思ってます。で、車の中でですね、ポータブル電源を使われるっていう方もいらっしゃると思いますので、こちらをですね、冷凍庫として、ポータブル電源で使用した場合にどれぐらい持つのかっていう実験をしてみましたので、ご覧ください。それではですね、冷凍実験をしてみたいんですが、コンビニでね、アイスを買ってきました。氷ですね、1.1キロ、1.1キロの氷をこの中に入れてみます。予冷とかはしてないです。この感じだと3つぐらいは入りそうですね。 3.3 キロの氷ぐらいは入りそうです。温度をですね、マイナス20度に設定します。最高ですね、最高というか最低温度っていうのかな。で、今ですね、ポータブル電源の容量は 100% です。 100% で 40W いかないぐらいの電力を消費してるのかな。一応ですね、13時間持つということになってますが、どうだろう。車内はですね、かなり暑いです。これから窓を開けて走ってみますが、まあ、言ったら日光が当たるような状態ですね。日光が当たるような状態で、決していい条件ではない中でやってみようと思います。例えばの時間はですね、9時41分。これからはね、ちょっとドライブでもしてみたいなと思います。ちなみに今は11時間に減りましたね。11時間に減ったってことはどうなんだろうな、これ。11時間っていう表示になってるので、これからまた8時間7時間とか減っていくかもしれませんが、まあ、冷蔵庫自体がですね、結構小型なので、かなり冷えやすいんじゃないかなと思います。まあそんな感じでね、とりあえず行ってみようと思います。なんか冷気が来てるぞ、なんか今ひんやりした。あ、ここか、こっから冷気が来てるんだ。なるほど、これは期待できるかもしれない。じゃあとりあえず走ってみようと思います。
はい、ただいまの時間はですね10時52分になりました。先ほどですね言い忘れたんですが、ハイモードになってます。エコモードにしてもいいんですが、とりあえずハイモードでやってますけども、これがね全然減ってないんですよ。13時間、残り13時間使えるようになってます。ただ 9% 減ったかな。まあ1時間でね 9% しか減ってなくて、なおかつですね冷蔵庫の中ってまだ結構スカスカです。冷た。これだけ間が空いてますからね、これだけ間が空いてて冷えにくいはずなのに 9% しか減ってないので、結構ね省電力なんじゃないかなと思います。さあドライブしてましたけども、どこまでドライブすればいいんだろう。これ今はですねずっと冷凍で動かしているので、まあ、消費電力も高いんだろうなと思ってたんですが、思った以上に減らないので、これは長丁場になりそうですね。はい、ただいまですね12時46分です。12時46分になりまして、ちょっとね温度計用意しました。暑い。残り10時間ぐらいですかね、78% になりました。スタートしてからですね 22% の消費となっています。はい、なんだかんで言ってですねかなり時間が経ってしまいました。5時36分ですね。ちょっとね車移動したんで後部座席に移動させましたが、でポータブル電源は残り 45%。 めちゃめちゃ持ちますね。ずっと 30W 行ったり来たりしてる感じなのかな。じゃあとりあえずね冷凍庫の中を見ていってみましょう。今はマイナス15度ですね。マイナス15度になってるはずなんですが、いきますよ。よし、マイナス12、3度かな。マイナス12、3度ですよ。かなり温度は低く保たれてますね。今日は朝の9時半ぐらいからこの実験やってますんで、かれこれ7時間ぐらいやってると思うんですが、まだまだポータブル電源は持ちそうです。ということはこのね冷蔵庫、冷凍庫か、今冷凍庫モードにしてますが、思った以上にね消費電力が抑えられてるような気がします。だいたい 30W 前後で推移してるので、まあ、この冷蔵庫のねお話が来た時にまず最初にやりたかった、もうあえてですね冷凍庫として割り切って使うということを考えたんですが、それは十分できそうな気がします。はい、さらに時間が過ぎてですね7時30分になりました。7時30分になって、車内の温度はね30度弱ぐらいでしょうか。まあ、結構暑い、結構暑い中で、冷蔵庫は今マイナス17度となってます。だいぶ画面が暗くて申し訳ないんですが、マイナス17度となってまして、残りがね 32% で、消費電力は相変わらず、30ワットぐらいかな。こんだけね持てばね十分でしょう。思った以上の性能だなというのが印象です。もう真っ暗でよく分かりませんけどね。で車のね助手席に置いた時の大きさはこのような感じになってます。助手席にちょうどぴったり収まる感じと思っていただければいいかなと思います。で今回やりたかった、2台の運用ですね、こっちが冷蔵庫でこっちが冷凍庫っていう、ハイゼットカーゴにこれを乗せてやるっていうのも結構無謀ではあると思うんですけども、まあ、氷運びたい時もありますからね、これから夏のシーズンっていうのは。じゃあですねこちらでエンジンをつけてみましょう。一応ねこれ実験はもうしてるんですけども、こちらがマイナス20度にしてます。でこっちがまあ1度とかにしましょうか。この状態で走っててもですねヒューズが飛んだりすることもなかったので、まあ、場所は取るんですけど、使い勝手がかなり上がるんじゃないかなと思います。使い道をね完璧に分けて使うことができるので、これはこれでありじゃないかなという感じがします。ただねこちら 1.5 注意なんですけども、これね今マイナス20度でやってます。マイナス20度で運用しているので、さすがにねこの下がねどんどん結露してきます。
結露してくるので、まあ、その辺の対策ですよね。なんか下にタオルを敷いたりとか、その辺はね必ず、した方がいいなと思います。はい、ということで今回は、マックスウィンさんの、車載冷蔵庫9リットルのものですね、こちらをご紹介してみました。まあ一人用の冷蔵庫として考えると重さもねそんなに重くないので、結構使いやすいんじゃないかなと思います。でこちらはですね冷凍庫としても使えますので、もう割り切ってですね完璧に冷凍庫としての使い方をするというのも、結構いい使い方なんじゃないかなと思います。この商品の詳細はですね概要欄の方に記載しておきますので、気になる方はぜひ見てみてください。それでは